フラットファイルデータベースはデータベースの各種データモデルをプレーンテキストのファイルで表す何らかの手段である。フラットファイルモデルの例、CSV 形式のフラットファイルを関係データベースの表に変換する様子。フラットファイルとはプレーンテキスト、またはテキストとバイナリの混合であり、通常一行が一レコードになっている。 レコード内はフィールドを区切り文字で区切った構造になっており、例えばカンマで区切ったり、固定の文字数で区切ったりする。校舎の場合は、規定の長さを満たすために、パディングを必要とする。一般に、デリミタは、フィールド内では使えない文字になるため、注意が必要である。レコード同士の間には、構造的関連性はない。フラットファイルの典型例としては、 ユニックス系オペレーティングシステムのエトセトラ、パスウェードやエトセトラ、グループがある。例えば、各校に名前と住所と電話番号をその順番で記述したファイルは、住所録のフラットファイルである。フラットファイルは、人間が手で書いて市場に作成することもでき、それも一種のフラットファイルデータベースである。もちろん、タイプライターでもワードプロセッサでも作成できる。 計算機械の初期の用途として単純なデータベースの実装があった。ハーマン・ホレリスは国勢調査のデータを穴を開けた紙製のカードで表し機械を使って作評するというアイデアを思いついた。彼はこのコンセプトをアメリカ合衆国国勢調査局に売り込んだ。これにより1890年のアメリカの国勢調査は史上初めて計算機械を使って データベース化されたと言える。ただし、そのデータベースは無数のパンチカードで構成されていた。ホレリスの企業は IBM の元となり、IBM は20世紀のデータ処理市場を支配し続けた。IBM の固定帳フィールドの80桁のパンチカードは1970年代頃までデータ入力の一般的手段として使われ続けた。 1980年代になると DOS またはマッキントッシュ上で設定変更可能なフラットファイルデータベースがアプリケーションソフトウェアとして多数開発された。それらは個人的なデータベースを簡単に設計できワードプロセッサや表計算ソフトと同じ程度には売れていた。フラットファイルデータベース製品の例としては初期のファイルメーカー シェアウェアの PC ファイルなどがある。関係を表す能力は限定的だったが、複数ファイル間でデータを共有することができた。フェイルカームの C ツリーは企業向けの最近の実装例である。しかしそれ以外では、初心者が簡単にフラットファイルデータベースを利用できるようなソフトウェア製品は少ない。そのような機能は、マイクロソフトワークスのデータベース機能、 クラリスワークスの名称でも知られているアップルワークスにあった。ボーランドのパラドックスやマイクロソフトのアクセスのようなデータベースソフトが関係データベース的な機能を提供するようになり、同時に組み込みのプログラミング言語を使うようになっていった。マスクルやオラクルのようなデータベース管理システムは一般に初心者が扱えるものではなく、プログラマがアプリケーションを組んで、 初めて利用可能となる。多くのアプリケーションソフトは内部的にフラットファイルデータベースを使って設定データを格納している。ユーザーが情報を入力したり引き出したりする形態のアプリケーションは内部でフラットファイルを使っていることがある。例えば何らかのコレクションの管理ソフトや予定表などのソフトウェアである。小さな住所録ソフトも内部では フラットファイルに情報を格納していることが多い。XML はプレーンテキストのファイルにデータを格納する用途でよく使われるが、XML は非常に構造的で格納すべきデータについても定義されている。したがってフラットファイルモデルとは全く異なる。フラットファイルデータベースという用語はデータベース論における狭い意味と一般に使われる。 広い意味を持つ。厳密には、レコード帳やデリミタがどうであれ、データ以外を含まない。より講義には、単一のファイルで構成されるデータベースで、表形式になっているものの、各フィールドやレコード間にリンクが存在しないものを指す。データベースや関連ツールを表す用語は、実装によって様々だが、概念は同じである。ファイルメーカーで、ファインドといった場合、 マスクルのクエリーと同じ概念を意味している。ファイルメーカーのファイルはマスクルの表と同じである。ただし、レコードとフィールドという基本用語はどんなフラットファイルデータベースの実装でもほぼ間違いなく使われている。ここではフラットファイルデータベースの基本要素を例で解説する。 データ波行と列で配置され、一つのテーブルを構成する。ここでは単一のテーブルを使用して説明する。列として、ネーム、チーム、数を値とする ID がある。この形式のデータをテキストで表した例を以下に示す。ID ネームチーム。1エイミー・ブルーズ。2ボブ・ Bob、レッズ。3チャック・ブルーズ。4ディック・ブルーズ。5エセル・ SL、レッズ。 6フレッドブルーズ、7ギリーブルーズ、8ファンクレッズ。このようなデータ表現はフラットファイルデータベースでは極めて一般的だがテキスト表現からはわからない以下のような考慮すべき点がいくつかある。ありがとうございます。